共同島は、大韓民国の38度線付近、高架上にある島で、高架島の西側にある。行政区域上では、インチョン広域市高架軍共同面に属している。面積は44平方キロメートルで、韓国では13番目に大きい島。共同島は、元は、大熊島といい、高林、東領津新、東領津山といった、小島の群島であった。しかし、 高麗時代に、モンゴルの高麗侵攻が起こると高麗は、高架島に線と、住民も多く流入した。このため食料獲得のために、周辺の島々を干拓し農地を確保しようとした。共同島も、上記の島々を干拓してできた島である。したがって、もともとは島であったとおぼしき、山を除いて島全体的に平坦であり、平地の大部分で農業が営いなわれている。 李氏朝鮮大重大王燕山君の流刑地としても知られている。島内全域が民間人出入統制区域内にあり、島のほぼ全州がフェンスで囲まれている。2014年に共同大橋が観光し、高架島と連結された。地域文化、高架バス18号の終点である月線浦はかつて共同大橋が開通するまで、 対岸の高架島との都線の船着き場であった。この付近のみフェンスが途切れている。ありがとうございます。